どうもハマテレビ演技編始まりました。今日のハマテレビ演技編はですね、武田鉄矢さんとの現場での思い出を思い出しながら、武田鉄矢さんのお名前を借りしつつ僕の思いを述べるっていう武田鉄矢さんの学ぶ人間力とかではないですが、僕がね、今でこそ思うことを、まあ演技者である若者たちに向けてであったり、もちろんね、今僕は一般の方々と演じることにつながる全てのことを通じて、その方の日常がより豊かになって笑顔が振ればいいなっていうことを思いに、ハマアクトライフスクールっていう出張型演技教室を開講してるんですが、だから一般の方にも通ずる僕の思い、特に若者に通ずるとかお役に立つだろうなっていう僕の思いを、お伝えしたいなと思っております。はい、ということでよろしくお願いいたします。まあ、とある番組で、ドラマでですね、まあ、武田鉄矢さんとご一緒させていただいて、で武田鉄矢さんってもう皆さんご存知のようにスーパー俳優さんというか素晴らしい俳優さんでいらっしゃるし、ミュージシャンでいらっしゃいますよね。で、その時に武田鉄矢さんのワンシーンがあった時にですね、ドラマって意外にというか、皆さんよくよく見てもらったら切り返しというか画面がパッ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 と変わるというか、それカット割りっていうんですけども、カットがよく変わるんですよ。で CM なんかよくよく見たら本当に場面がパッ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 て変わります。でそういうのをね、あんまりしないっていうことをしないんですよ。要は映画のような形でワンシーン長回してこうずーっと、今の僕のこの YouTube 作品がそうですよね。今今日に限っては一回もこれノー編集でカットをかけずにやってみようと思いますけども、まあこんな形でずっと長回しするっていうことはまずないですよ。それはなぜかって言ったら、演出以外でそれをやったらもうこの YouTube がまさにですよね、ちょっとねたるいというか長いというか風になっちゃうから、パッ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 と切り返した方がね、視聴者の方も飽きないし、まあだからこそできる演出の技もあるっていうので、まあ大体ドラマはね、どん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 カット終わると。で、そういう流れがあるんですね。まあ日本のドラマっていうものが。で、その時にね、武田鉄矢さんの長ゼリのシーンだったんですけど、まあ基本的に長ゼリの最中でもカットは割るんですよ。パンパンパンってね。こっちから撮ってみたり、こっちから撮ってみたりとか、カメラだとしてね。うん。で、その時に武田鉄矢さんの演技がもう素晴らしすぎて、もうスーパー演技でしてね。で、その時の監督が、まあもちろん、その武田鉄矢さんたち、まあいろんなね、スーパー役者さんがいらっしゃるのを演出する方なんで、その方もまあスーパー演出家なわけですよ。監督さんなわけですよ。で、その方が、この武田さんのお芝居だったら、これもう長回しでいこうって、現場でね決めて、今台本ではカットをこう割ってたんですけども、急遽ね武田さんの演技のお芝居を見て、リハーサルを見てね、こうカメラでずっと武田さんを追うみたいな演出に変えたんですね。でそれによってまあ周りがですね、いや武田さんの演技はすごいわって、いや監督があんな急遽ね長回しにしようって、やっぱさすが武田さんすごいわっていう風になってるわけですよ。で当時僕は若いですからね、役者やる人間ってこれ、いや若者の役者聞いてたらそうだそうだって思うかどうか分かりませんが、基本負けず嫌いなんですよ。芸能界に行きたいとか思う人間なんて僕含めね、基本負けず嫌いなんですよ。やっぱ我がっていうか、自分大好き人間ですから、特に役者になろうなんて、表に出ようなんてものなんて、もう我がですよ。で今でこそね、43のおっちゃんになって、我がだったから僕は売れなかったんだなって、スーパースター見たら、今までのエピソードトークの人間力に出てきたスーパースターたちの方々って、やっぱね、皆さんね、まあ、それ年を重ねて、年齢を重ねて、そういう境地にいた時に僕が出会ってんのかもしれないですけど、やっぱりね、他人様をっていう方向の目線をちゃんと持ってらっしゃる方々多い、芸能界でね、第一線でずっと活躍される方っていうのは。でまあ僕はその時ね若いですから、でまたもうギンギンに尖ってますから、みんなが武田鉄矢さんを認めれば認めるほど、僕はね心の中でね、いやそうでもないでしょって、これぐらいの演技だったら俺もそのステージに行けばできるし生意気にも思うわけですよ。でそのステージにも行ってねえくせにみたいなことじゃないですか。で
今考えたらすごい演技なんですよ。もう大絶賛です。もう認めるしかないっていうぐらい素晴らしいお芝居ですが、その時の僕は認めない心の方が勝つと。で、認めない心があるっていうのはいいんですよ。負けず嫌いでね、何クソって思うのはいいんですけど、これからちょっとね、こうやって長回しにするとか、カットかけないと長く長く話がなっていくのが悪い癖ではございますが、ぜひね、若者の方、若者じゃなくても、これが僕はだから言いたいんです。その時の僕に言いたいのを皆さんに言いたい。やっぱね、一回認めた方がいいなと思って。うん。一回認めて、当時の僕が、じゃあそこでみんなが認めるんだったら、あ、何かいいところがあるんだら、まあすごいはすごいんだから、一回認めて、うわ、武田鉄矢さんすげえな。なんで武田鉄矢さんの演技はすごいんだろう。なんで武田鉄矢さんの演技だったら、監督が、長回しにしようなんて言ってもらえるんだろうとかっていうのを考えて、自分もできると思うんだったら、お家に帰ってやってみりゃいいんですよ。やってみて、やっぱできるかもしれないですし、やったからこそ、いやできなかった、じゃあなんでできないんだ、僕に足りないとかどうなんだとかっていうのを考えるようになってたら、成長の度合いが早いだろうなって今でこそ思うんですよね。だからそれ認めない限り、否定しちゃったらもうそれまでようじゃないですか。だから一回認めて、みんなが認めてんであれば、あ、武田鉄矢さんの演技はこうね、客観視した時にみんなすごいってなるんだ、なるほどな、もう何クソ根性ね、僕にもね絶対できると思うんだけど、とはいえね、こう武田さんの芝居はすごいな、一回持ち帰ろうっていう風な気持ちになる癖をできるだけ若いうちから持っとく方がいいですよと僕はお伝えしたいなと思って今日配信しました。ちょっとね長くなりましたが、ぜひ一回認める、一回認めるっていうことをねやってみてください。で、合わなきゃ合わないで、ちょっと引き出しの隅の方に置いとく、捨てるわけでもなくて引き出しの隅の方に置いとけばいいだけであって、一回認めるっていう癖づけをしてみるっていうのをね、若い演者さん、またね一般の方々でも、特にまあ若者であればあるほど、それを早めに習得しとく方がいいし、年齢を重ねてからもそれがまだできてない方だったら絶対した方がね、もうここまで来てね認めなくてもいいよ、俺は俺のこの人生じゃいとかっていうわけじゃなくてね、あ、一回やってみよっかってね今日思うかどうかですよ。この動画を見てね、もしできてない方はですよ、もうできてる方はそのままね、おーハマー、なるほどな、お前やっとそういう境地になったかっていう感じでね、こういや僕を可愛がってもらえればと思います。はい、そんなこんなで、ハマテレビ演技編でした。また何かありましたら配信していきます。チャンネル登録よろしくね。ハマテレビチャンネル登録よろしくね。